皆さんおはようございます。ペンジ満載です。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今日は1年生常用漢字の立、立、立ですね、説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては三角形になりますね。はい、横長とも言いますが特に下の方ですね。はい、それでは説明をしていきます。まず最初斜めに押さえてまっすぐ、今日のお手本のようでもいいですし、ぐーっと反らせるように右肩下がりで押さえて次に向かって跳ねる、どちらでも結構です。でこの頭部分ですね、書き始めから横線まで、特にこの左側ですね、右上がりなのでここの一番距離のあるところが、だいたい字の全体が今日は 2.9 センチ、でここの縦線だけで 1.2 センチありますですかね。半分まではいかないですけど結構の長さありますね。はい、3分の1は平気で超えております。長くたっぷり取ってくださいね。斜めに押さえてまっすぐ、で次ですね、滑らかな右上がり、はい、下と差を出さなきゃいけないのでここあまり長く書きすぎないように、短すぎても困りますがそれなりの長さで短さで書いてくださいね。で続いて左側ですね、少し寝かせて上と下に隙間を作ってくださいね、斜めに。で次はもうほぼくっついてるような状態になってますが、右側は高くですね、高さ斜めに押さえて滑らかに次に向かっております。で次、さっきも言いましたが上と長さをしっかりと差を出してふっくら右上がりですね、いいでしょうか。で右上がりはあまりさせなくてふっくらですかね。はい、微妙に右上がり長く書いてください。はい、頭が短いとこんな感じの字になりますね。下はいいですけどね。で縦長に書くとこんな感じの字になります。はい、真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。